ファン・アントニオ・ピッツは、アルゼンチン・サンタフェ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションはフォワード、スペイン代表であった。キャリアの大半を、スペインで過ごし、特に、CD テネリフェではプリメーラ・ディビッシオン定着の基盤強化に貢献した。リーガ・エスパニョーラでは8シーズンで221試合に、 出場して92得点を挙げ、1995から96シーズンにはリーグ得点王に輝いた。スペイン国籍を取得し、1994年にスペイン代表デビューすると、4年間で22試合に出場して8得点にし、UEFA Euro 96と 1998FIFA ワールドカップに出場した。アルゼンチンのサンタフェに生まれ、 1988年に CA ロサリオセントラルからデビューした。1990年にメキシコのデポルティーボトルーカ FC に移籍し、その1シーズン後にはスペインの CD テネリフェに移籍した。1991から92シーズンと1992から93シーズンだけで30得点を挙げる活躍を見せ、後者のシーズンには UEFA カップ出場権をもたらした。1993年夏には、バレンシア CF に引き抜かれたが、わずか1シーズンで CD、テネリフェに復帰した。1995から96シーズンには41試合に出場して31得点を挙げて、ピチーチショートヨーロッパゴールデンブーツを揃って獲得した。チームに、再び、 UEFA カップ出場権をもたらし、1996年夏に FC バルセロナに移籍した。この時期の FC バルセロナには、ロナウド、ソニー・アンデルソン、ルイス・エンリケなどの名選手が在籍しており、絶対的なレギュラーではなかったが、1996から97シーズンには、リーグ戦だけで急得点を挙げ、ファンからの人気は高かった。1996年には、 スーペルコパディエスパーニャで、1997年には、UEFA スーパーカップとコパデルレイで優勝した。1998年には、コパデルレイで2連覇を果たし、リーグタイトルも獲得した。FC バルセロナでの最も記憶に残る瞬間は、コパデルレイ準々決勝アトレティコマドリード戦、セカンドレグである。FC バルセロナは前半終了時点でロの三と、 劣勢に立っていたが、ピッチが、決勝点を挙げて5から4という逆転勝利に、導いた。1998年に、アルゼンチンに戻り、CA リーベルプレートや、フルス CA ロサリオセントラルでプレーした。2000年には、ポルトガルの FC ポルトに移籍したが、わずか11試合しか出場せず、2001から02、シーズン開幕後に、 再び CA ロサリオセントラルに復帰した。2002年にはマルティン・パレルモを足の負傷で書いていたスペインのビジャレアル CF に移籍し、そこで現役引退した。スペイン国籍取得後の1994年11月30日、フィンランドとの親善試合でスペイン代表デビューした。 1995年9月20日にマドリードで行われたサッカーアルゼンチン代表との親善試合では出生地の代表チームを破る活躍を見せた。1996年には UEFA ユーロ96に出場し準々決勝に進出した。 1998年にはフランスで開催された 1998FIFA ワールドカップの出場メンバーに選ばれ、グループリーグ最終戦のパラグアイ戦では、フェルナンド・モリエンテスとの交代で途中出場したが、0から0の引き分けに終わって、グループリーグ敗退が決定し、この試合をもって、スペイン代表から引退した。通算22試合に出場して8得点を挙げた。 34歳で現役引退した後はバルセロナの地域リーグでポロ選手となりその後サッカー指導者の道に進んだ2005年2月13日ペルー人のホセデル・ソラールとコンビを組んでアルゼンチンの CA コロン監督に就任したがシーズン開幕から3連敗したためにわずか2週間で解任された二千六年四月十三日にはペルーのウニベルシダさん マルティンの監督に就任したが、同年11月に退任している。2013年12月26日、ミロスラブ・ジュキッチの後任として、フルスバレンシア CF の監督に就任したが、リーグ戦を8位で終わり、2014から15シーズンの欧州カップ戦の出場権を逃したため、2014年7月2日に解任が発表された。 2014年12月、クラブレオンの監督に就任した。2016年1月29日、ホルヘ・サンパオリに代わり、チリ代表の監督に就任した。2016年のコパアメリカで優勝しに連覇を果たすなど成功を収めていたが、FIFA ワールドカップ南米予選で5位のペルーに、得失点差で及ばず敗退し、辞任した。2017年11月、 サウジアラビア代表の監督に就任することが発表された。2018年 FIFA フフワールドカップではサウジアラビア代表を率いたもののグループリーグ敗退に終わる。しかし2連敗で迎えた第3戦目のエジプト戦に2の1で勝利指導国に本大会24年ぶりの勝利をもたらした。2019年アジアカップ終了後退任した。 ロサリオセントラル時代のピッチクラブ個人クラブ代表個人ありがとうございます。